カラーラは、イタリア共和国トスカーナ州、マッサカラーラ県にある都市で、その周辺地域を含む、人口6万3000人の基礎自治体。古来大理石の生産地として知られる。特に、カンラーラビアンコと呼ばれる白大理石で著名であり、ミケランジェロのダビデ像などに用いられている。日本語文献では、カラーラ、カルラーラとカタカナ表記されることもある。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の SP はラスペツや検証族を示す。マッサとは15世紀から19世紀までマッサとカラーラで広告を構成していた。大理石の生産で最も重要な中心で、有名な白大理石はアプアーネアルプス近辺から産出する。古代ローマの神殿やルネッサンス期の彫刻、近年では、 ロンドンのマーブルアーチや2007年に完成したアブダビのシェイクザアイドモスクに石材を提供してきた。石切場大理石採掘の跡を見せる山肌、分離集落の一つ、コロンナータでは、大理石の桶を使用して製造されるラルドディコロンナータというラルドが名産。街の記念碑としては12世紀の大聖堂と現在は美術アカデミーになっている16世紀のドゥカール宮殿などがある。 プロサッカークラブであるカルダレーゼカルチョが本拠を置く。2017から18シーズンはセリエ C に属する。カラーラには以下の分離集落がある。カディーナ、ビディザノ、バーギラ、コロナータ、ミセグリア、トラノ、ソーグナノ、アベンザ、マリーナディカレル、キャステルパジオ、フォンテア、グラニアナ、ノーセトーありがとうございます。